基本英語の豆知識。fifteen。これはややこしいぞ。one, another, the other, the others, some, others。one と the other。one、二つある中で一つを選ぶ。一つ赤を選ぼう。the other、二つある中で一つ選ばれているので。 もう一つのものを選ぶ。赤は選ばれているので。もう一つの、青を選ぼう。ONE と another、a n o t h e r ONE、いくつかある中で、一つ選ぶ。三つのうち、一つ、赤を選ぼう。another、いくつかあれ中で一つ選ばれているので、もう一つ別のものれ選ぶ。赤は選ばれているので、もう一つ別の、 緑を選ぼう。one と another と the other。one いくつかある中で一つ選ぶ。一つ赤を選ぼう。another いくつかある中で一つ選ばれているのでもう一つ別のものを選ぶ。赤は選ばれているので緑を選ぼう。the other いくつかある中ですでにいくつか選ばれており 残りの一つを選ぶ。残りの青を選ぼう。one と another と the others。one いくつかある中で一つ選ぶ。一つ赤を選ぼう。another いくつかある中で一つ選ばれているのでもう一つ別のものを選ぶ。赤は選ばれているので緑を選ぼう。the others いくつかある中で、すでにいくつか選ばれており残りのものすべてを選ぶ残りの青をすべて選ぼうここまで大丈夫 ?one another the other は単数となります some others the others は複数となります the other the others は残り全部の意味となります サムとアダーズ、サム、複数ある中のいくつかを選ぶ。三つ赤を選ぼう。アダーズ、複数ある中で、いくつか選ばれている中で、残っているものよりいくつかのものを選ぶ。赤は選ばれているので、残りのうち緑を二つ選ぼう。サムとディアザーズ、サム、 複数の中でいくつかを選ぶ赤を3つ選ぼう The others 複数ある中でいくつか選ばれているので残りのすべてを選ぶ赤は3つ選ばれているので残りの青をすべて選ぼう2つ以上ある中で1つ選ぶときには1を使います残りの1つは The other となります いくつかある中で一つ選ぶときには one を使いますね。残りが二つ以上ある中でもう一つ別のものを選ぶときに another を使います。最後の一つは the other を使いますね。いくつかある中で一つ選ぶときには one を使います。残りのいくつかのうち一つ、もう一つ別のものを選ぶときには another を使います。 残りのものが2つ以上あって、残りのすべてを選ぶときには the others を使います。いくつかある中で、その中からいくつか選ぶときには s o m e を使います。残りのものの中から複数のものを選ぶときには other's を使います。いくつかある中で、その中のいくつか選ぶときには s o m e を使います。 残りのものが複数で残りのものすべてを選ぶときには The Others を使いますこの表が分かればバッチリです Thank you for watching New Horizon 教科書専用中学生対象のオンライン英語塾中学英語から英語の基礎を学ぶ一般の方初心者限定のオンライン英語レッスンを実施しております 無料体験を実施しております。詳しくは概要欄をご覧ください。See you next time! Bye bye!